坂本黒いさ、アーカイブで見返そうと思って、なんか、で、見ようと思ってさ、つけた瞬間にさ、え、誰？と思って。お前誰？お前誰？めちゃくちゃ地声だったわ。びっくりした、マジで。え？って。CV 変わってない？って。あんたなんか声優交代してない？って。いや、マジで汚いんで。ちょっと今度写真送りますね、じゃあ。でも、見たい。あー、でも。え、あんた綺麗じゃん。綺麗じゃない。いや、うちは。いや、裏切り者で。え、待って待って、どんな家住んでんの？いや、びっくりしたよ、ほんとに。あのね、地声って言っても、言うて、あれが地声かって言われると、ちょっと違うんだけど、なんかちょっと、柔らかいし、ちょっと、まだ高いんだけど、だいぶ地声に近づいててね、びっくりしちゃった。これ、坂本の声かと思って。地声やんけって。焦った。今作ってんの、え、もうバチバチに絞り出してるよ。え、言っとくとマジで喉の筋肉バリ使ってるからね。いやでもね、まあまあまあ、そんなこともありましたが、もうしょうがねえよ、だってさ、もうしょうがない。コラボだし、ましてや先輩の配信でやっちゃったから、もうその自分は消せないからさ、受け止めるけど、今後は気をつけようで、まあ意外と英語させてたら地声でも大丈夫そうだったんで、ちょっと安心しました。